さあやりますけど、レイさん。やりますか。はい。今日は何をするの。でもその前に T シャツですよ。見てもらっていいですか。シトーレ綾波レイを着るの巻です。言いたいね。言いたいがために買ってやった。2012年の1月の特別イシューアプリケーション。おお、まあ、そんなことはいいですよ。そう、今日何するんですか。スナップの9月回ですか。9月回ですね、はい、あの最近めちゃめちゃスナップ撮ってて、だからそれを今日は存分に私のスナップの愛を込めたいと思います。はい、聞いてください。歌うんすか。心を込めて歌います。歌う回。じゃあ最初は、はい、最初はですね、めいちゃんですね。はいはいはい。モデルでアーティストをしている子なんですけども、はい、ちょうど今っぽい格好してません。なんかちょっと Y2K な感じとか、はい、あのスカートとパンツって言っていいのかな、これボトムスの感じとか、はいはいはい、あとちょっと下着っぽい感じ、はいはいはい、とかなんか今っぽい Y2K みたいな感じのものを彼女なりに消化してるっていうのが良かったなと思って、なんかポイントは Y2K って多分結構カラフルな色とかちょっとキャッチーでこうキャッキャキャッキャした感じなんだけど、めいちゃんの場合はそれあえてオフホワイトトーンで揃えたところで大人の Y2K っていうのかな、めいちゃんらしい Y2K に仕上がってるんじゃないかなと思いました。はい、じゃあ見てみましょうか。はい、はい、お願いします。長澤めいです。はい、モデルとアーティストしてます。してます。どんなものを作っているんでしたっけ。最近は陶芸で目に見えないものを表現したくて、うんうん、去年とかは個展やりました。じゃあ早速なんですけど、着てるもの着たいなと思ってて、はい、まずサングラス、うん、サングラスは ADSR です。なるほど。で、これは一応下着になるんですが、これはキフっていう、うんうん、最近インスタで見つけた、かわいいね、ネックレスみたいなのもついてて、うんうんうん、後ろも、あ、すごいクロスになってんだ。面白い、ね、どこで買えるの。これネットで買いました。へぇ、キフインスタから見つけて、ちょっと調べます。はい、で、インナー、インナーはユニクロと豆の、あ、ユニクロ豆ね。はい、でこのスカートは見ます、ボルテージコントロールフィルターです。ボルテージコントロールフィルターです。こんな、うん、フェズっぽいのと、うんうん、あ、もうスカートついてんだ、かわいい。取り外しができる。なるほどなるほど、面白いね。これはどこで買ったの。これは、ネットです。これもインスタから見つけて、はい、なるほど。で、靴が、実はマーチンで土ついちゃってる。全然気にしない。ファッションを好きになったきっかけとかってあるの。ママが多分、もともとアパレルやってて服が好きで、うん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 、だから小さい時かもお年玉とかも全部服で消える。へえ。初めて買った服とか覚えてる。ね、ヒステリックグラマーの、うんうん、どんなやつかは忘れたけど、とりあえずヒスを最初に買ったっていうのは覚えてる。ヒスが憧れだったみたいな。なるほど、ありがとうございました。じゃあねー。はい、続いてはですね、最近独立したスタイリストで画家もやってるアミちゃんですね。はいはいはい、初の個展をやったから中目黒に見に行った時に撮らせてもらったの。すごいシンプルなんだけども、いいものとカジュアルなものをこうすごいミックスしてるところがすごい良かったかなって、はいはい、あ、リラックスしてる感じとかも良かったかなと思います。で、カミちゃんね、私多分ね、大学生卒業するしないくらいから知ってるんだけど、はい、どん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 ね、顔変わってる。男の子みたいな、キッズみたいなあどけない顔から、はい、男の人になってきてる感じ。その過程がね、なんかちょっと垣間見えるからね、なんかレイさん的には胸熱なんですよ。レイさん的には胸熱、うん、胸熱。あ、男の子から男の人になったなみたいな。うんうんっていう感じ。はい、かみちゃん、改めましてお名前と職業を教えてください。上村和志です、はい、職業はスタイリストと、画家をやってます。画家、どんな画家かと言います。今私ギャラリーにいるんですけど。こんな感じです。そして今中目黒のなんてギャラリーだっけ。ここギャラリー7っていうギャラリーで。なるほど、はい、初個展。初個展です。なるほど。これからじゃあアーティストとしてスタイリストとして羽ばたくわけですね。羽ばたいていこうと思っております。で、早速なんですけども、全身はこんな、全身こんな感じでーす、はい、こんな感じでーす。はい、で、ジャケットは。ジャケットは古着です。のブレザー、コンブレーです、ね。綺麗だね、状態は。綺麗ですよね。サイズぴったりだね。サイズがぴったりで買っちゃいました。うん、どこで。
リュードですね。リュードですね。古着屋さんです。はい。で、T シャツ。T シャツはファミマの。ファミマの。T シャツですね。なるほど。何でしたっけ、コンビニエンスウェア。ファセッタズムの落合さんがやってる。で、パンツ。パンツがマーカーウェアの。マーカーウェアなんです。形だから綺麗なんだね。すごい形が好きで、これ黒と緑2本買っちゃいました。うん、で、そして靴が。靴が旅ブーツ。服好きになったきっかけって何なの？なんですかね、それこそでも本当原宿さんがやってたスナップだったりとか、うん、まああいう本当結構ストリートスナップ入りだったんで、うん、それがきっかけかもしれないです。で、お店行って服買ってみて、みたいな。最初まあ高校生とかだったんで安い服買って、バイトできるようになってちょっと、なんかブランドのものとか買ってみたりして。へぇ、最初に買った服とか覚えてる？初めて原宿で買ったブランドものの服はギャルソンの古着、ギャルソンのスラックスだったかな。覚えてるね、やっぱ。買いました。じゃあアーティストのここの展望、野望でも聞こうかな。結構値段も安くないんですけど、結構買ってくださる方も今いるので、うん、まあ、そういう人が将来的に得できるような作家になりたいというか、オークションで奥がつくような、おー、そんな作家になりたいですね、作家としては。素晴らしいと思います。なんか神ちゃんならできそう、はい。あ、よかったです。頑張ります。ありがとうね。ありがとうございます。次はですね、カレンタージュのデザイナー、私の友達なんですけども、つかぽんですね。展示会に行ったの。めちゃくちゃ良かったよ。なんか最近その大人の女性が本気出してきた。一応その企業のデザイナーさんなんだけども、うん、こんなに振り切ったクリエーション久々見たなっていう。かなこ坂井しかりさ、カレンタージュしかりさ、うん、大人の女性のクリエーションが今日本のマーケット充実してると思う。はい。ファッション的にはどうですか？ファッション的に私の大好物なんですよ。オーバーオール好きじゃないですか。あ、はい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 、オーバーオール大好きなんで、はいはい、オーバーオールにそのカレンタージュのジャケット着てるんですけども、はいはいはい、あとアクセ使いが上手。いろいろジャラジャラつけてるんだけど、うんうん、その一個一個になんかこう思いがあったりとか、ストーリーが感じられて、奥行きって感じしません？僕的にはファッションにハマったきっかけが面白かったですけど。あ、早熟、みんな大好きなあれですね、大内純子さん。はいはい、あんま言わないでください。あ、忘れてください。取って意味がないね。忘れてください。切っちゃってください。じゃあ見てみましょうか。はい、こちらになります。どーん。塚崎恵理子、デザイナーとディレクターです。こんな感じです。ちょうど今展示会に来てます。来てます。で、早速なんですけども、はい、つかぽん着てる、着てるものを教えてください。はい、そのベストは、ベストは今期の、次のシーズンか、2024年エッセーしてるカレンテージの新作です。かわいいです。ベスト、はい、かわいい。さっきシャツ着させてもらったんだけど、素材も超絶やばかった。そう、素材もね。で、インナーが、インナーがこれヘインズ でこれはイギリスで買った古着リーですね。リーですね。このサイズ感あんまないんだよね、レディースのね。レディースなかなかシンデレラサイズなくてね。そう、オーバーオール好きとしてはすごく羨ましい限りでございます。そして靴がシャネルです。はい。で、アクセサリーなどなど。アクセサリーは、耳はシハラ、うんうんうん、で、これは友達が作ってくれたリング、うんうん、ちょっと結婚指輪どこのだったっけな忘れました。で、これ全部シハラです、ね、そっちエルメス、うんうん、ブライです。なるほど。こっちは、こっちはララガンで、これ昔のティファニー。かっこいい。で、いろんなのがあって、これはなんかトライゴット。素晴らしい。これは、ソフィーブハイ。ソフィーブハイなんだ。ファッションを好きになったきっかけって何？決め手はやっぱり90年代のファッションで、うんうん、90年代に中学生ぐらいからずっとファッション通信、大内純子さんがやってたファッション通信をずっと見てて、もうそれですごいファッションの魅力に取りつかれて、うんうん、デザイナーになりたいなとかっていう。中学校くらいからそんなの見るもんなの？私中学校の時風雲竹志郎とか見てたよ。いや、なんか田舎育ちなんで、うんうん、そういう情報がやっぱりなかったから、うんうん、そういうきらびやかで中でしたね。それで東京出てみたいな感じなんだ。はい、そうです。素晴らしい。はい、ありがとうございました。じゃあね。
次はですね、イケメン代表田中くんですね。フリーの、PR をやってたりするんですけれども、はいはい、割とね、このストリートスナップ私いいの撮れたなって思ってるんですよ。私の中に2種類あるんだけど、うん、ストリートスナップって背景バチ決めのストリートスナップも結構好きなんだけど、はい、背景あえて決めないっていう一番雑多なところで撮るっていうのは私あえてやるようにしてて、うんうん、雑多な中の一番いいもの撮れたなってちょっと最近思った。これは、うん、こうってなった感じ。あ、なるほど、うん、田中くんの素敵なところもやっぱオーバーオール思いました。上手なのがジャケットを見てほしいんですけど、ジャケット半掛けしてるんですよ、はいはい、で半掛けしてると普通取れるやん、はいはいはい、どうしてるのかなって思った時の着こなしをちょっと見てほしいなと思います、うん、ちょっとここにここが ポイントです。田中くんのちょっと見といてもらえたらなと思います。フリーの PR の田中陽と申します。知ってます、はい、今日は、何どこにいるんでしたっけ。今日はブラックバードという僕が PR 担当しているブランドの展示会に。なるほど、はい、すごいいい展示会というところで来させてもらったんですけど、確かにちょっと中毒性のあるブランドでしたね。で早速着てるものを聞きたいんですけど、はい、あ、じゃあメガネから聞こうかな、はい、メガネはメガネが雄一富山ですね。雄一富山、はい、おー、そしてジャケットは、まあ、ベストにはなるんですけど、ベストか、これがブラックバードというブランドになります。なるほど、半分だけ着てる感じですね、はい、こんな感じです。着こなしも素敵です。で、T シャツが T シャツがロサンゼルスアパレルですね。なるほど、はい、で、オーバーオールがヴィンテージのフォーティースですね、これは。なるほど、はい、で、靴ががグイディになります。なるほど、はい、はい、こんな感じになります。こんな感じになります。ファッション好きになったきっかけ何でしたっけ。親父がエアマックス好きで、うん、アメリカ出張かなんかで買って帰ってきたんですよ、うんうんうん、で、なんかそれで履いたのが多分ちょっと他の人と違うもん履けた気がして、うんうん、なんかそういう予想の楽しいなみたいなところが、まあ、一番の現象体験かもしれない。それは何歳くらい。幼稚園ですかね。幼稚園から、はい、そして幼稚園からエアマックス。幼稚園エアマックス、すごい早熟。生意気早熟っすよね。早熟、こっから熟してない熟してると思うよありがとうございます。じゃあね。田中さんもファッションにハマった理由すごかったですね。しかもさ、みんな早熟じゃない。私高橋名人の靴とかだったよ高橋名人の靴履いて風雲竹市場見てたやつね。うわーってやってエビガーってやって連射ね。はい、次は高橋優希くんといってブランドの PR とかのセールスをやっている高橋くんの方です、はいはい、彼の素敵なところはですね、2004年とか5年とかの原宿とかを思い出した。ちょうどその時代私カメラマン始めた時なんですけど、はいはいはい、チューンとかっていう雑誌が始まった時にこういう古着とかレイヤードとかを着始めた時期、あとロン毛になったりとか、うん、それを彷彿させるなって思って、シルエットとかがね、はいはい、でもあの時とちょっと違うのが、うん、だるい服じゃないですか。だるめなシルエットなんだけど、うん、色味がポップ、はい、そこがちょっと面白いなと思って。確かに青とか入ってましたっけ。青、緑、黄色みたいな感じ。見てみます。見てみます。田中くんとの掛け合いも面白いんで。高橋優希と申します。優希くん、E-Lite という会社のセールスをやってます。なるほど。優希くん今どこにいらっしゃるの。ブラックバードでブラッドの展示会をやってます。田中くんが PR をしてるとこですね。ディーン、ほら、いた、うん、ちっちゃくいたはい、じゃあ早速なんですけども、着てるものを聞きたいなと思っていて、はい、じゃあまずそのジャケットは、はい、ブラックバードのジャケットになります。パーカー、はい、もブラックバードの。なるほど。ってます。で、インナーも、はい、ブラックバードのインナー。もしかしてネックアクセサリー。ブラックバードのアクセサリーになってます。そしてパンツはブラックバードのショーツになってます。どうしよう、回しの音感半端ない。で、靴がエアジョーダン8です。はい、で、全身こんな感じになります、はい、こんな感じになります。じゃあ改めてなんですけど、今着てるブラックバードの魅力って何。いろんなカルチャーが複雑にミックスされていて、うんうん、他では持っていないこう背景を持ってデザイナーさんがクリエーションしてるなっていう様をすごく強く感じるところが好きなポイントです、うんうん、ゆきくん、ファッション好きになったきっかけを聞いてよろしいでしょうか。モテたいかったからです。え、そんなそんな直接、はい、今すごい雰囲気イケメンだったないと思ったらそれはいつ頃。中学生の時ですね。モテたいから、じゃあ最初何したの。
最初は、うん、エイプの T シャツを買いに行きました。すごいね、中学生から東京に、ね、はい、すごいねなるほど、服好きになって、はい、モテました。モテなかったですね。いや絶対これモテるくせ。いや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 、もう服好きになってモテた人います。そうですね。あ、そうなの。え、何その、服好きになってもモテません。服好きになったらモテないです。服好きになったらモテない。モテなかったです。あまりすぎるとに結構かまりすぎて、うん、モテないです。そうですね。はい、あの1個レンジを超えすぎると、そうです、途中までモテるけど最後からモテの向こう側に行ってしまうと。そうです、モテない、まあ、途中で一番モテる。なるほど ね、 ですね。今男性の人たちに聞かせたい心理が一つあります。そうですね。何事もほどほどに。おっしゃる通りですね。はい、おっしゃる通りです。ということでありがとうございました。じゃあね。レイさんはファッション好きになってモテましたか、うん、モテなくなりましたか。ファッションの人にはモテるかな。あ、ほんと。あ、なるほど。そう、一般的には相手にされないと思う、うんうん、あ、次でたるは及ばざるがごとし、何事もほどほどに。次はあの、はい、スタイリストの小木曽真奈ちゃん、小木ちゃんですね。いつも元気。洋服がねもう癖でも、なんかさらっと見れるのって体型ラインだと思う。服が似合う体型してんだなって、うん、写真撮らせてもらって客観的に見て改めて思った。そうですね。じゃあこちらになります。ドン。はい、改めまして、なでしと、お名前と職業をお聞かせください。はい、スタイリストをします、小木曽真奈と言います。小木ちゃんでーす。はい、小木さんでーす。小木ちゃん、今どこにいるんだっけ。今日は、三影新さんが表参道にオープンするよ。うん、そう、そこで偶然また会えました。はい、嬉しいです。ペイさんは今日キラキラだよ。ありがとうございます。早速聞きたいんですけども、はい、トップスはこれは何を着ているの。これはニナレッジのランウェイ歩いてたやつなんです。何年だろう。じゃあ、ショーピースだ。そうです、ね。わおー。そうなんです。裏にね、ボーンが入ってるんですよ、うん、あ、ほんとだ、これもうもはやちょっとしたスカートともいけるんじゃないかくらいに。いけるかも、たまにこう斜めにしたりする、うん、あ、それ超いいやつ。バッグはドルチェ、はい、動くと出てくる。そうですね、みんな最近持ってるあのディジバッグですね。なるほどなるほど。これも本当は斜め掛けとかショルダーとかもいけるよっていうのをぐるぐるとして、うん、今日ポッケがないんで、はいはい、2周するとボディバッグになるよみたいなことをしています。あ、なるほどなるほど、アイデア、はい、このスカートも可愛いんだけど、これはオグちゃんの時の K3 が好きなんです。私 K3 なんだ、これ綺麗だね。これが妖精になっちゃうんで下ぐらい外しにかかろうっていう、うん、確かに下も可愛かったら、なんかあの夢から夢の中にいる人なのもんね。大人になっちゃったんだよね。で、靴がミュウさんです。素晴らしいです。はい、でベージュで素材感が違うよっていう人です。やっぱさすがクロートな感じがします。はい、あとね、あのコギちゃん可愛いと思ったのちょっと後ろ向いてもらっていいですか。髪型が可愛い。 あとお花をいっぱい。あ、本当だ本当だ。これはどこのなの。これね、ブッチさんのビジュアルアイで、うんうん、イヤリングにすると結構いろんなところに好き勝手できるやつ。確かにそうだね。コギちゃんがファッション好きになったきっかけって何なの。気づいたら服が好きでした。子供の時から。でも小木さん双子なんですよ。え、で双子屋でちっちゃい時の写真とか見るとそれこそピアノの発表会とかで、うん、同じ服着させられとるのの反動ですかね。あー、うん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 、かもしれないです。それでなんか違うのを着る時に自分らしさみたいになってみたいな。気づいたら服が一番好きで生きてます。じゃあ次多分パリで会う。よーよー、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね。次はユナイテッドアローズ&サンのバイヤーをしているリオくんですね。はいはいはい、でその日はですね8月ですよ。自分の体温かなってくらいに暑い日ですけど、うんうん、ノークールビズですよ。そうですね、うん、このファッショニスタの気概良くない。そうですね。あとは偏屈な感じ、はいはい、なんかわかるんだけど、はいはい、実行するまでのハードルはここ高いと思うよ。そうですね。レイさんがいろいろ動いてるから無理っすよ。途中で天に召されると思う。私明智くんのことこう草葉の陰で見守る存在になるよ。こうやって死んだら死んでるってこと。そう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 僕はあのレオさんが言ってた最近気になってるブランドがちょっと気になりましたね。なんだっけなんだっけ。なんかね調べても出てこなかったんですけど。あ、そうなの、うん、いやとりあえずレオくんとこ行こっか。はいはいはい。あの時何だった、ね、そうそうそう、うん、連絡してくださいレオくん吉岡レオと申します。はい、レオくん。ユナイテッドアローズ&サンズのバイヤーと、店頭のスタッフをやっております。バイヤー歴、もう1年2年経ちました。あ、2年経ちます。経ちますですね、はい、で今日、ちなみに気温が35度6度あったんですけど、はい、あなた何を着ているの。ネクタイ、スーツ。見てスタイルです。見てこの
この暑いのに逆に暑いから着る、うん、なんでなんかもう暑さ通り越して気持ちよくなってきちゃってる、ね、サウナ入った人みたいな言い方してるけど大丈夫じゃあ聞いてきます、はい、帽子はシュプリームです。シュプでーす、ね、かっこいいです。メガネはアイバン7285ですね。なんかやっぱりさっき撮らせてもらった人もアイバンだし、アイバン人気だね、なんだかんだで。なんかやっぱデザインがすごい細かいとこまでこだわってるので、うん、そこが自分がすごい好きですね。なるほど、はい、で、このスーツはスーツはラルフローレンです。ヴィンテージのやつですね。ラルフローレンのヴィンテージなんだ、はい、かっこいい。ちょっとクラシカルな感じするね。そうです、肩パッドも入ってて、うんうん、ゆったりしてて。なるほど。そして、そのまがまがしいバッジはこれヴィンテージです。へー、何これ。なんかハエかがなんか昆虫が自分すごい好きで。そうなの。でも昆虫の割にすごいかわいくなくない。ブサイクですよ。それがいいなと思って。確かに確かに。シャツはシャツはヴィンテージです。なるほど。ヴィンテージのウエスタンシャツです。あ、そうなんだ。本当だ、帽子ボタンがそうだね。かっこいいベルトはカサブランカです。カサブランカです。で、靴がバンズです。個人的にレオ君が最近注目してたりとか、あ、素敵って思ったブランドって何があるの？ですね、多分まだ日本に入ってきてないのかな、うん、グラスサイプレスっていうブランド。グラスサイプレス、インドの刺繍をモチーフにしたシルクのチュニックとか、うんうん、へー、リネンのパンツの刺繍とか、うんうんうん、それなんか一応 24SS で買い付ける予定なんですよ。なるほど。あ、最近引っ越しましたね、あなた。あ、そうです、はい。お引っ越ししてなんか楽しいこといっぱいあるんじゃないですか。共通の友人曰く、はい、レオ君は投げた球に気づかないって言ってましたよ。誰だそれ。ね、伊沢さん。あ、伊沢さん。そう、レオ君はあの女の子が投げた球に気づかないって言ってましたよ。キャッチできてないみたいな。そう、信号をちゃんと拾ってあげてください。ポンコツじゃないですか。頑張ります。頑張ります。じゃあね、ありがとうございます。またはい、トータルどうでしたか。ファッション好きになったきっかけ、はいはいはい、割と楽しかった。でも面白かったですね。次はパリのスナップとかになってくるんですかね。最新のトレンドが見れるわけですね。見れるわけですね、うんうんうん、それはそれで楽しみですね。取れたて速報でもしようかなと思います、はい。皆さんはどのスナップが良かったでしょうか。ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。